おはよう、ジャン君。黒犬パパが家に、家庭に復帰してから、もう3日経ちました。だいぶ調子もいいので、今日からですね、食事に油を使うとかね。要するにもうコーヒーも解禁しました。自分の中でね。ちょっと腰が痛いのは何だろうと思うんだけど、まあ、何らかのこう痛みがね、あるのかもしれないんですが、または、病院のベッドが硬かったので、そのせいかなと思うんですけれども、腰のちょっと鈍痛みたいなのはあります。ただ、お腹が、まあね、先生がお腹が痛くないですかって聞かれた時に、本当のこと言うと脇腹がちょっとつる感じね、はあったんですよ。こう、中が引っ張られてるなっていうのね。これでも痛いっていうのとは違うなと思ったので言いませんでした。それが今朝起きてみたら、ほぼなくなってきたので、大丈夫なんじゃないかな。それと、実行、チェックという意味では、排便の時に血が出てるかどうか気をつけてくださいって言われているのは全然 OK なので、大丈夫です。さあ、コロナって言ってますけど、うちはちょっと面白いことを始めましょうか。ちょっとね、この地元で音楽をやるというところでもうみんな工夫していろんなことを始めています。そこにちょっとね、まだ参加できていないのが、残念なんですけれども、何らかの形で、応援できるようにしたいかなーなんて思っています。ジャン君もポンちゃんも、あまりの暑さに、そう。それとは別にね、気温が高いんですよ、このところ。34度くらいまで上がっているそうなので、そちらでもいろいろありますが、これオリンピック今年じゃなくてよかったのかな。今年だったら雨の中やればよかったのか。雨の日にはそんなに暑くなかったけど、もう閉会式が終わっているあたりなんですけど、マラソンの時に死者が出たかもしれないね。来年できたら10月にやったらどうかなという話も踏まえて、元気ですという報告でした。はい、ちゃんくんぽんちゃん、つい今まで眠っていたちゃんくんとぽんちゃんが出てきました。そして一列に並ぶっていうのはこれどういう感じ、なんかあの、よくわかりませんが、目が覚めたのね。ジャン君はそういうことじゃんけん。ジャン君はカメラを向けるとね、やめるんでしょ。うん、ジャン君今ポーズが面白かったから、カメラのセッティングしてる間に変わっちゃいました。はい、ジャン君。そして、ポンちゃん。おしゃいんじゃにゃんにゃんって。ポンちゃん。ポンちゃんでーす。あ、ポンちゃん何？ジャン君の方行く。やっぱりですか。ジャン君とこ行くの。仲がいいからね。はい。うん。そうですか。ポンちゃんはジャン君のことが大好きですからね。いいね、ポンちゃん。大好きなお兄ちゃんいていいね、ポンちゃん。ポン。ポンちゃん。ポンちゃん。ポニョちゃん。ジャン君。大丈夫、大丈夫。そろそろ12時を過ぎたので布団が敷きたいんですけど。でもジャン君のそのお手手超かわいいんですけど。はい、うちのルールは可愛く座っている場合には動かさないことになっていますので。はい、布団が敷きません。そうです、ジャン君とポンちゃんの自由に。はい、かわいい、かわいい、ポンちゃんもかわいいです。あ、今の手が取りた、これは片付けていいってことね。じゃあ片付けます。
でもなんか向こうに行きそうだよ。ポンちゃん。ポンちゃん向こう行かないでくれる。よいしょ。ポンちゃん。レポンちゃん捕まえた。はいはい、よいしょ。あとこのクッションを片付けたら布団が敷けるんですけど。この辺遊び場として空いてますけど。空いて。はい。はい。うん。ジャン君、ポンちゃん。はい、じゃあ少し待ちましょうか。